ピンポン。テレレレッテレーン。へえ、面白そうなスレ発見。お、葵ちゃん何しとるんや。いや、今ボイスロイドの風評被害受けてそうな二人連れてきた。っていうスレを見つけて面白そうだなって。へえ、風評被害ね。二人って誰やろ。キャラとして有名っていうと、ゆかりちゃんとかキリタンとかあかねちゃん、葵ちゃんあたりなんかな。ってなるとその中の誰かやろな。ちょっと待ってください。今仮面出しますね。風評被害受けてる二人は、っと。ババン。うちやないかい。え、どういうこと。周りの枝豆はわかるとして、なんでうちが風評被害。コメントはっと。チャッチャラーン。世界ランク上げてそう。マルチやってそう。ガタンゴトン、ガタンゴトン。黄色い背景と赤文字のせいで色々と風評被害を受けているあかりちゃん。陰謀論にハマってそう。左は自分よりランクが下の存在を探すのと山梨ディスに余念がない。静岡県のやつ、ダメだ冒頭校舎のせいで世界ランク上げたがりの獣は静岡県民にしか見えねえ。どういうこと。左は X ボイス作った公式に原因があるし、もぐもぐだけで食いしん坊設定が、個人的には暴食キャラのイメージが強いね。公式のあかりちゃんはそこまでお胸大きくないし、エッチな水着も着ない。これが風評被害か。まあただのイメージですし、うちはそんなにたくさん食べません。え、一応ズンダモンのコメントも見てみますか。東北は公式が一番狂ってる。東北ずんこ周りのコンテンツに風評被害与えるなら、それはもう刑事事件レベルのことやらないと無理だと思う。公式への評価すごくてくさ。右はアムウェイと仮想通貨と反ワクチンとブラック企業のプロ。ずんだもんの X ボイスにブラック企業ネタあったり、できないってのはねえ、嘘つきの言葉なのだ。なんかブラック、社畜の匂いがしますね。過呼吸させたい男の子、ずんだもん過呼吸部好き。ずんだもん、精神的虐待。うん、これ以上はやめましょう。せやな。他のボイスロイドも見てみますか。キリタンは木や紙を食べる。キリタンなんか原作の盗撮太ももフェチシマイレズ属性があまり使われず、二次創作の方がマシまである。太もも写真集を売っ払って金を稼ぐとか二次創作でもそうないげっさだもんな。他のキャラと絡むと大体ツッコミか被害担当なイメージがある。公式が一番えげつないやん。ツッコミ役と相場が決まってる。関西弁が悪いよ関西弁が。アカネちゃんは公式ではおっとりした性格、ほぼ見たことないが、おっとり運用した時のアカネちゃんの声は興奮するからね。仕方ないね。姉の意外な一面さらされててくさ。アカネちゃんが長らくいじられの標的にされてきたが、葵ちゃんを精神的にいじるのを楽しむ人が増えてきたよね。不憫なヒロイン属性が強い。お姉ちゃんが亡くなって一人ぼっちになる葵ちゃん好き。やっぱりお姉ちゃんいないと寂しいんか。そんなことないですけど、別に。まあ、一番の風評被害は、ゆかりさんがピーッとされてることなんですけどね。お、最近のまな板が喋るんやな。いや、なんや。なんかそのいじりが可愛く見えるレベルやったな。全体的になかなかのインパクトでしたね。みんなのキャラに対するイメージ聞くの楽しいわ。そういうのどんどん欲しいです。いろんな妄想が広がって、夢がドリームですが、グーデレ、あんまうちの妹に餌やらんといて。なんか、すまん。